日本人に認められた。火の日本アニメ実写化作品に対する日本人の反応に感激の声が殺到。1977年6月4日語り、日本人の YouTuber が反応を伝えたりなどしたことで、日本人による高評価がフィリピンの人々にも伝わっています。日本人からの絶賛の声に、感動するフィリピン人が続出。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。日本人の反応を読んでたら泣きそうになっちゃったよ。お店すぐいレガシーを日本でも放送してほしい。27、正直自分の国がこんな実写映画を作れると思ってなかった。本当に素晴らしい完成度だ。28、東映が協力するのも大きいと思うけどね。00日本のビール婚約の制度にビビってる俺がいる。モルテスグイは俺の子供時代そのものなんだ。それがこうして素晴らしい実写作品になった。ありがとう、日本。30、高く評価してくれてすごく嬉しいよ。フィリピン人にとってこれは名誉なことだ。3、ボルテスグは自分が子供の頃にすごい人気だった。見るために学校に行かない子がいたくらいだから。6、子供の頃の思い出が蘇ってくるな。70年代にマジンガー Z とかも含めて見てた。だけど内容が暴力すぎるという理由で、当時のマルコス大統領が放送禁止にしちゃってね。自分を含め子供たちは大きなショックを受けたもんだ。36、フィリピンでボルテスグイは比喩への叫びだった。独裁政権はこのアニメの革命的なニュアンスを危険視し、それで放送を禁止にしたんだ。8、これだけのものが作れたことがフィリピン人として誇らしい。すべての関係者の皆さんに称賛を。45、子供の頃は日本のアニメに囲まれてたな。あの日々が懐かしいよ。どことなくスーパー全体ものの雰囲気があるな。7、この作品はフィリピンから日本へのラブレター。3、日本人がツイッターで反応してくれてるのは良いことだね。すべてのエピソードは完成後に東映に送って、最終的な承認を得る必要がある。だから GMA は忠実に作ろうとすごく頑張ってるんだ。60、このアニメはフィリピンにとって非常に歴史的な意味を持ってる。日本初のアニメでありながら、フィリピン人にも受け入れられてる。ボルテスグイは日本的であると同時に、フィリピン的でもあると言えるアニメ、すでに僕らのポップカルチャーの一部なんだよ。237、この偉大なレガシーを僕らにも分けてくれてありがとう日本。3、日本語字幕吹き替え版も作ってほしいな。できれば英語版も、ネットフリックスで大々的に配信されて、世界中の人に楽しんでもらえたら最高だ。124、日本でも放送されるか、ネットフリックスで配信される予感。4、ライセンスは東映が持ってるし、間違いなく日本語吹き替え版は作られるでしょう。15、日本で放送するかどうかは GMA と東映にかかってる。自分はこの作品を見て育ってきたし、日本の作品のクオリティが好きだから、ぜひ日本でも吹き替え版を放送してほしい。11、フィリピン人だけど、日本語吹き替え版が見たい。15、この予告編の制作には間違いなく、90年代生まれのアニメーターたちが関わってるだろうね。彼らにとって子供時代の一部だから、その結果深い愛情とかが映像から伝わってくるんだ。フィリピン人が気にしてるのは、タガログ語で作られたことに対して、日本の人たちがどう思ってるかなんだよね。でも日本人の反応を知れたのは興味深かった。22、今後は1話ごとの反応も知りたいな。日本人の感想や視点を聞かせてほしい。本編も予告編並みのクオリティでありますように。残念ながら兵器を発射する時の叫び声が、日本人と比べるとクールじゃないな。それ以外は全部いい感じ。日本人に認められたなんてすごいことじゃん。関係者は誇りに思っているよ。本当に。日本には心から感謝してるよ。そして東映がいなければここまでの完成度にはならなかった。特にグラフィックに関してはね、改めて日本に感謝する。1960年代はボルテスグイ、1980年代は東証ダイモス、ドラゴンボール、超電磁バイオマン、S1 アトム第2作、1990年代は28章、鉄火の炎、セーラームーン、本のアニメは俺の青春そのもの。4、まだこれがアンタイトル反応だけど、それでもモテる ?11、素晴らしい反応をありがとう。80年代にフィリピンで放送された時に制圧されて、生まれたキャラクターはそのまま